回からの続きです。新東名高速道路をひたすら走っていきます。4回動画を作っておいているのもなんですが、車載動画ってマンネリですよね。別に刺激が欲しいというわけではないのですが、特色みたいなものを活かすのが難しいジャンルだと再発見しました。かつてのイギリス BBC で放映されていたトップギアのような、特色のある番組は難しいのだなと思い知らされました。実はジェレミー、クラークソン風な解説も作っていました。この動画、そんなに見られてない動画ですし、やってみますか。ジェレミー風の解説、しばしばかりお付き合いください。ようこそ、いらっしゃいました古典の車内へ。今回も新東名高速道路を下り名古屋に向かいます。夜間では何も見えなくて退屈ですが、昼間走れば変わる変わる景色が見れて世界観は変わることでしょう。都市から都市へと結ぶこの巨大な道は、運転する者を飽きさせず、日本のツーリングに最適です。さて、私の乗っている古典についてご紹介しましょう。この車は2002年から発売された、2シーターの軽自動車です。一番の特徴はハードトップの電動ルーフであり、この開発にはドイツのベバスト社とイタリアのピニンファリーナ社の共同会社のオアシス社による本格的なものです。閉じた状態から開く状態まで約20秒足らず、古典の狭い空間から解放してくれます。エンジンは JDDEZ と呼ばれるターボ付きエンジンで、今は軽規格で絶滅した4気筒のエンジンです。この4気筒のおかげでわずか64馬力というスペックながら、レスポンスがよく速く感じます。絶対的な速度はさすがにありません。この車に乗ったらこう言いたくなるはずです。カモンカモンカモン、パワー。速さを求めるなら LFA か GTR に乗りましょう。利点ということは欠点もあります。5つ目は、雨漏り、オープンカーゆえに接続部分が多く稼働するため、どうしても隙間が多くなってしまいます。普通の雨程度なら問題ありませんが、洗車している時や少し強めの雨が降ると、シート後部にある天井の切れ目から水が滴り落ちてしまいます。曇りの日は空を気にしながらドライブという、他の車では味わえない体験ができます。3つ目は天井が低いということです。信号待ちで先頭に止まってしまうと信号機が見えなくなることが多々あります。そういう時は頭をかがめて信号を見る必要があります。また、膝にステアリングコラムが当たります。間違いなく車内は狭いです。いや狭いというより、余裕がありません。私もアクセルからブレーキに切り替える時に、膝をぶつけてしまいます。なんか違う、なんか罵倒してるだけなんですよね。あのイギリス的な言い回しは難しいですね。とはい、もうちょっと親しみやすい感じにしたいな。岡崎サービスエリアにたどり着きました。もうそろそろ新東名高速道路が終了し、東名高速道路に接続し、名古屋高速道路へ抜けていきます。ようやく目的地が見えてきた感じがあります。この辺りから私でも知っている地名が続きますし、どことなくほっとしてしまいます。豊田東ジャンクションを抜けます。東海環状自動車道へ行く場合はここから分岐します。名古屋を迂回した環状線なので、名古屋市内を入らずに岐阜、三重に抜けるときに便利です。まだ全線は開通しておらず、完全開通の予定が、2024年頃になるらしいです。豊田東インターチェンジにやってきました。ここを過ぎるとすぐに豊田ジャンクションが見えてきます。新東名高速道路の終点地点が見えてきましたね。豊田ジャンクションの案内看板が出てきました。ここで伊勢湾岸自動車道と東名高速道路の3つに分岐します。ここのジャンクションは割と巨大で約20万立方メートルと、名古屋ドームの5倍の大きさです。制限速度も時速80キロと、通常のジャンクションより少し早めとなっています。今回は東名高速道路を使いますので、一番左の車線へ移動します。ここで新東名高速道路と東名高速道路が接続し、新東名高速道路の終点地点となります。ここからの眺めが夜の高速道路を走るときに、一番好きだったりします。
真っ暗な中、両サイドに伸びる光だけがあって、すごく幻想的な世界に感じます。空を飛んでいるような感覚さえあります。運転している時も思わず独り言をつぶやいてしまっています。しばしノンカットでお送りします。来ましたね。このジャンクションを通ると実家に帰ってきたなという感じになりますね。上郷サービスエリアに到着しました。トヨタインターチェンジにやってきました。トヨタは皆さんご存知の通り自動車会社のトヨタの創業地です。もともとクロモシという名前だったのですが、トヨタにあやかってトヨタ市にしたという逸話があります。インターチェンジを通過します。この辺りから市街地が広がっているのでインターチェンジの間隔が短くなってきますね。今さら知ったのですが、三好市ってひらがなの三好市になったのですね。東王パーキングエリアを通り過ぎます。先ほど調べてみたらちょっとしたフードコートもあって、名古屋名物の台湾ラーメンも食べられるみたいですよ。あの台湾ラーメンですよ。名古屋の飲食店の台湾の方がまかないで作ったメニューですよ。強く押しましたが、特に理由はありません。日清ジャンクションを通過します。長久手が近くにあり、あい地球博の会場だった場所も近いです。知的な話なのですが、私はこの近くにある長久手病院にお世話になったことがあります。お分かりいただけただろうか。さっきの十分にあった道路の標識が明るく照らされていたことを。これは古典のライトのせいでこうなってしまうのです。ライトの向きを上向きにしないと車検に通らないから、古典のライトはかなり上向きになっています。製造当時はクリアしていたのですが、年月を経て基準が変わってしまい、ライトを上向きにしないと車検に通らなくなってしまいました。これは旧古典の話で、新型の古典、ゼロは問題ないと思われます。だからボンネット位置が高くなっているのでしょうか。映っている映像が暗いのってこれも影響しているのかもしれませんね。名古屋インターチェンジに入りました。ここのインターチェンジは県道65線と繋がっているだけでなく、名古屋第二環状自動車道と東名高速道路の三つに二分岐します。今回は名古屋料金所に行きます。料金所を越えると名古屋第二環状線に変わります。キリが良いのでこの料金所を越えたあたりで、この動画を終了したいと思います。長かった東名高速道路を走るのもここで終わりですね。先ほど調べて知ったのですが、ナフタは入り口料金所駅内には休憩施設があるようですね。パーキングエリア的なもので、主に東名高速道路から来た人を対象にしているみたいです。料金所が見えてきましたね。最後に制作した感想をお話しさせてください。初めてこのような動画を作りましたが楽しかったです。未熟で編集も拙い動画でしたが見ていただきありがとうございます。これからも改良していき見やすい動画を心がけていきたいですね。もしかしたらもう一人追加して会話形式にするかもしれません。次回は1時間程度の運転をまとめようかと思います。今回は以上となります。また別の車載動画でよろしくお願いします。ではまたねー。